豊タが春画。A ウィンターパーティー歌川派とは、歌川はじめ門ともいい、江戸時代後期から明治にかけて大きな勢力を持った浮世絵師の一流派である。芝居小屋や役者にとって、歌川はじめ門は似顔絵を西系にしてもらうという宣伝効果があり持ちつつも多列の関係にあった。歌川派の浮世絵はゴッホなど印象派の画家にも影響を与えた。浮世絵版画に、 西洋の遠近法を取り入れた歌川豊春から始まり、歌川報告、歌川豊広が弟子となった。幕末には美人画を得意とした歌川国貞や武者絵の歌川国吉、風景画の歌川広重がいる。明治期にも国貞と国吉の各一門は一大勢力であったが、浮世絵の需要は新しい写真技術などにとって変わられていくことになった。報告が、 五代目、岩井半四郎、1808年作。浮世絵の祖ともされる、奥村正信の浮世絵は、投資図法に正確なものではなく、役者と観客をほぼ同じ大きさに描き、歌川派の祖である、歌川豊春でも、空間の奥行きを描いたが、投影図法の原則に正確に従ったものではない。歌川豊春から始まり、著名な門人に、歌川報告、歌川豊広がある。 報告は役者似顔絵師として人気で芝居役者に熱中する女子どもらがその似顔絵を肌身離さず形態したものである。文化年間には報告の画風は大きく変化し、それ以前には見られない風に目や鼻をより強調し輪郭を鋭角化し、同時期の国定など歌川派の役者へに影響を与えていくこととなった。文政年間には美人画でも名声を得ており、 他に、服飾品や袋を詳細に描き、背景に猫を登場させたことも特徴的である。幕府は、自社奉行を通じて、歌川はじめ門に特権を与えた。国さ作。ビューティー、ウォーキングオンエースノーウィーで国吉作。松若丸。歌川報告は、豊春の弟子のうちでも影響が大きく、国名を、国政、国吉、国さなどへと分岐した。 豊重は、文政元年に、報告の門人で、文政八年に二代目報告を襲名したが、この名乗り方が見られるのは、天保五年頃までである。同じく門人の国貞の重圧により豊重は引っ越し、国貞が二代目報告を名乗り、偽の報告とからかわれた。豊重は親族を後継ぎにしたいとし、老いの和田や須五郎を呼び歌川国ずるを名乗らせ、国ずるには、 横浜港や横浜商館の作品がある。四代目、歌川報告は、国定の系譜の人物で、校長老、一要塞を名乗ったこともある。国定は、美人が、国吉は、武者へ、歌川広重は、風景画で人気を博した。広重作、東都名所日本橋の白雨1833年。歌川広重は、名所や街道を描き、 一つの消失点に向かう一点、投資図法や二点投資図法を使っており、この図法を駆使できた。幕末には、報告の弟子である国定や国吉は、多数の弟子がおり大きな勢力となった。国定系では、景観図やすごろくなど、保守的な題材が多く、美術史に大きな影響を与えるような弟子は出なかった。国吉系では、戦争画や横浜絵を白心たる。 画力で描き、月岡義年、水野年方、か木清方など、近代日本外と続くことになる。国芳、国定のそれぞれの一門は多人数となり、明治には西木絵を独占しており文明開化に伴った開化へ、戦争へといった題材も扱った。明治初期の多川派については、写真など新技術への移行前段階として、多川国芳への研究が集中している。 1873年には、文部省が、教育目的の西絵104枚を発行し、文部省製本書発行機との主因が押され、うち30枚は、買い替えを得意とした、要、最国機のものである。次第に、洋画や西洋文化の流入で、芸術品としての浮世絵から報道のための絵となり、そしてこれも、写真技術にその座を奪われことで終焉を迎えることになる。 明治維新後は、歌川一家は、横浜に京構えており、歌川国鶴らは絵を描き絵菓子を売り成形を立てていたが、それまで入れ墨の下絵を、浮世絵師の手で用意したものの政府が入れ墨禁止令を出したため、しばらく落ちない絵を体に直接描くようになり、これを描いてほしいと人々が殺到資材を成したということもあった。幕末には、一門のしきたりは消滅していくのだが、 二代目、歌川報告の弟子となり、没後三代目に指示して、ヒゲネンの丸を指定されていた宇多川国鶴は、後取りもヒゲネンの丸も決めずに死んでしまった。四代目、歌川国政が、宇多川はじめもんに寄り合いを持ちかけ、国鶴の長男を二代目歌川国鶴とし、次男に五代目、歌川報告を名乗らせると決定した。六代目、歌川報告となると、 大正末の21歳の時に写真背景の絵を描くことで独立し、それも1941年には絵の資材を入手するため、軍需工場の経営に回り、長いブランクを経て、浮世絵の道に戻った。国定作。歌川報告肖像、歌川はじめ門の家門、年の丸の門福を着る。1980年代後半の浮世絵の百科事典から、 多川派には151名が数えられ、さらに、国定系に147名、国吉系に173名である。多川派に、弟子入りした後に技量が認められれば、多川はじめ門に正式に認められ、長が、多川生と名乗りを与え、他家にはない多川独自の家門である、年の丸の使用が許可される。年を丸く図案化したもので、浮世絵研究者は、年玉と呼ぶ。 これは以前からある家紋のように血筋を示すものではない。わかりやすい家紋であり、紋付けの着物は当時の江戸の芝居小屋の入場券代わりとなった。羽根線に一線増えたほぼ同じ形の家紋にひげ年の丸があり、宗家の長とその後取りの二人のみが用い、この紋付けの着物を着用した。大家族となりうる歌川はじめ紋の式たりとして、 次の長を決めておいたということであり、後取りの条件は人格と浮世絵の技量がある字になるが、入門時の名前にはすでに大きな関係が現れていた。この家門を用いる家には幕府からの文服などの贈り物があった。歌川はじめ門は絵の美しさに着目するだけでなく、生活と密着し大衆とともにあろうとし、画家や絵師という言葉にいくらかの反感を持って、自らを 画稿と称し、その作品に、しばしば、学校歌川と署名した。西紀絵の元となる版木は削ってリサイクルされたため、残っていることは稀だが、国立歴史民族博物館に、豪華2年から華麗元年のものと見られる、歌川派、西紀絵版木群368枚として、単独の版元のものが大量に残っていた。このことによって、線量の科学分析も可能となり、 以下の結果となった。ありがとうございます。